ゅう風景特定区は台湾の風景特定区。台湾最北端近くの日田芝琳竜や竜村の柳岬の付け根にある風化や海により侵食されてできた奇岩が並ぶところ、風景特区の指定を受けやりうち室公園として整備されている。名前の由来はスペイン語のプンとディアブロスなど小説が伝わっている。女王頭が有名である。その名の通り、 女王の頭の形を成しているが、侵食によりあと20年で首から上が取れてしまうと言われている。他に大きな草履の形をした千女入り、象の形をした石像等などがある。入り口で環境清潔費を払って入場する。出口には魚介類の加工品を売る店が両側にの木を連ねている。また、風景特定区内の岩場には、 柵はなく赤線が引いてあり、その線より海側に入ると危険である。金山区から野柳岬を遠望すると海中に亀が潜っているように見えるため、その光景はの竜亀と比喩される。2009年3月、中国チャンス省上州市から台湾へ旅行に来た観光客、張根台は野柳を訪れた際、岸壁に寒帯寺で、 中国上州長魂台と刻んでいた。台湾のメディアやインターネット上で批判を浴び、落書きした本人が謝罪した。ありがとうございます。